はい、エンジョイランのりょうです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日はハムストリングス、太ももの後ろ側ね、ここのストレッチやりましょうか。いろんな方法があるんですけどもね、結構楽にできる方法が一つあります。四つん這いになっていただいて、正面から行こうか。四つん這いになってもらって、足を前に持ってきます。今こういう順番で並んでますよね。そうね。じゃあこの手ね、この手を内側から外へ回すよ。この状態でお尻をぐーっと前に持ってくると、ハムストリングスのストレッチができる。ちょっと違う角度からお見せしましょうかね。同じ方の足いくよ。こうか。これが内側から来て、お尻を前に持っていく。もうちょっと違う角度からいこっか。こういう角度ちゃうな。こっちやな。こっちの角度から行くとしたら、こうでしょ、こう持ってくるでしょ、こうです。お、これよくわかるかな。これをね、呼吸合わせてやるんですよ。まず準備するでしょ。4つ吸って6つ吐きながら、ゆっくりと前に行く。そしたら静止で4646戻る。以上やってみます。終わり。もちろん反対側の足もやっていただきたいんですけども、こんな感じでね、ハムストリングスのストレッチができちゃいました。他にもいろんな方法あるんですけども、一つずつね紹介していきます。たくさんこれから動画アップしますので、まあ、気に入ったやつだけ見ていってください。長い時間にあれやこれやといっぱい入れたら分からなくなるでしょ。これもう単体、もうこれだけでポンって出します。これが気に入らなかったら、もうこれパスしてもらって、違うやつ見て、自分に合わなかったらパスしてもらって、というような感じでどんどんやっていこうかなと思ってます。これからも見てください。ではまた。